Hello, people. This is a continuation of Fairy Tale. Please enjoy.刀らしいはちょうどいい。 おしまいだ。 刀らしいはちょうどいい。 切り刻みます。ウォータースライダー。
グレイ、肩慣らしにはちょうどいい。俺に任せろ。さあ、行きましょう。アイスメイク、アイスブリンガー。切り刻みます。ウォータースライダー。天神のノタク。標準白鳥の翼。ありがとう。よし、小型がいた。はい、グレイ様。行くぞ。ナイスメイク。しよう。コールドエッグタイバー。天神の。アイスメイク。行きます。行くぞ。アイスメイク。アイスブリンガー。守るぞ。
イスメイクコーンドエクスカイバーアイスメイクスノードラゴン切り刻みますウォータースライダーこんな数じゃねえか。グレイ、もうへばったか。そういうお前も余裕なさそうだな。ダイマ島演武から連戦で魔力が尽きかけてる。これ以上戦いが長引いたら。諦めるのはまだ早いわ。ウルティア？どうしてウルティアが？話は後よ。こいつらを始末してからにしましょう。何をしても私の罪が許されることはない。けれど今は
どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前に一つ言っておきたいことがある。ジュビーン。何の話ですか？いや、大したことじゃねえんだけど。ジュビアには大したことかもしれません。これってもしかして愛の告白なんじゃ。どうしよう。ジュビア！あれ？私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か？今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を。時が戻っ、一分。私の命の代価が一分だけ。そんな、私は誰一人として救えなかった。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分の死ぬ幻覚とか不気味すぎんぞ。あの辺りから小型が現れて。本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。鉄竜の猛攻。鉄竜の猛攻。こっちか。なんだ、一瞬奴の動きが見えた。その一分は人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。みんなこれ見て。ルーシー様、何ですかこれは。未来の私のメモ帳なの。ここを見て。
万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、ミラーにおいてエクリプスは存在しない。連鎖的に私の存在は消える。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかしすでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するか。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊など。よし、未来のローグをぶっ飛ばしに行くか。お前に従おう。我が力を使うがよい。よろしくな、おっちゃん。素晴らしい。これがドラゴンの力。なんたる破壊の力。この力があれば必ずアクノロギアを殺せる。そして俺がこの世界を支配する。裂けよ大地、燃えよ大空、消えゆけ命の灯火。我は竜の王、竜王祭にて誕生せし新たなる王。影はここに光となる。絶対的な光となりて世を照らそう。そんな汚え光はいらねえな。夏か。俺たちの光は心の中にあるんだ。お前の照らす光じゃ何も見えねえんだよ。なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのか。アトラスフレイム、我が心に従ったまで。イグニールの子は我が友の子。行くぞ、おっちゃん。おっちゃん、グレン・フォー・ウォーカーン、エーリュウ、斬撃。ナイツ、これを食え。フレイムの炎を食った。だと。エーリュウの斬撃。グレン・フォー・ウォーカーン、影に沈め。エーリュウの
あいつ、これを食え。よし、やっぱおっちゃんの炎はうまいな。お前は自分の時代に帰れ。戻るつもりはない。それじゃ今のローグはどうなるんだ。いずれ俺と俺は一つに、影と影が重なるよ。ローグの未来も奪う気か。未来などない。悪のロギアがいる限り。だから俺が未来を作りに来たのだ。ルーシー、ウェンディ、エクリプスはアルカディオスさんたちに任せるしかない。私たちはローグさんを。ドラゴンにはドラゴンか。来い、マザーグレア。我が炎の体にプレスなど効かぬぞ。私の混合の体は炎ではやってまい。我が極炎を侮るでないぞ。扉、熱い
邪竜のゴー地球の扉レオグルスインパクト ロシはどうした？死んだ。生きてるぞ。いや、この瞬間は怯えてるだろうな。お前のせいだ。死ぬ。フロシも。どうせ死ぬ。一年後か。守らねえのか。守れなかった。今、生きてんだぞ。俺は猫一匹と戯れていた頃の俺じゃない。お前、絶望を知らぬ者には分かるまい。やっと手に入れた希望にすがる者の狂気など。夏、分からせてやれ。仲間を捨てたのは勝利を捨てたのと同義だということ。グレイ、エルザ、待たせたな、夏。落とし前つけねえとな。次から次へと鬱陶しい。モード、白栄竜、マザークレア、一気に蹴散らすぞ。
ドラゴンから倒すしかねえな。ありがとな。
風船の剣。カリューの却下。アイスメイク、アイスプリンガー。ルーシー・キリーって。ナツ、エクリプスを壊して。エクリプス？なんでだ。未来の私がメモ帳に残してたの。ここでエクリプスを壊せば未来でも存在しなくなる。そうなればローグはこの時代へ来る手段がない。ローグが未来から来なければこの世界は本当の歴史に戻るってことか。もしかするとこの時代のローグさんを倒さなくていいかもしれません。させるか。エクリプスは破壊させんぞ。まずは未来から来たローグを倒すんだ。押されているだと。ドラゴンが戻ってきたぞ。戦鋭。行きます。行こう。アイスメイク行くぞ。アイスプリンガー。カントエクマー。アクレスオーガー。ガリーの任せて。扉行きます。ビタコール。終わりだ。アイスメイク、アイスゲイザー。カット。風神の鎧剣。風神の剣。ルーシー・キリーって。アイスメイク、アイスプリンガー。地球の扉、レオ。エグルスインパクト。グレンフォーウォーカーン。地球の扉、レオ。エグルスインパクト。
扉レオレグルスインパクト。カリルのよくがけヘンリーの脳を吐き詰め任せて行きます。ファイブリタホールヘンリーの脳を吐き詰め。ナイスメイクフロー。ハッソイクスカリルのよくがけエリュー斬撃。ヒール。これを使う。これを使え。ドラゴンが戻ってきたぞ。宣言ヒール。助かる。
これを使う。これを使う。いける。希望は過去を絶望に変えることなのか。全ての人々は平等に幸せになどなれんのだ。たとえそうだとしても、誰にだって未来を選ぶ資格はある。うっ、明日なんて分からなくていい。今日を全力で生きるために。信じられ、マギナニウム合金の扉を。この後どうなるのですか。計算では未来において扉が使えなくなります。つまりローグはこの時代に来れない。歴史が元に戻る。ドラゴンの体が光り出した。元の時代へ帰るのか。うわ、なんだこれは。人間ごときが、人間ごときが。ごめんなさい。時をつなぐ扉を建造したのは私です。あなた方の自然の時の流れを乱してしまった。あなたは400年前に生きるの、我々は現在に生きるもの。本来争うべき理由が全くない者同士、それを歪めてしまったのは私なのです。なんだ貴様。翡翠イーフィオーレ。翡翠。そう、あなたの体の色と同じ翡翠です。同じだと。同じです。翡翠の竜よ。翡翠の竜、悪くない響きだな。
のことは忘れんぞ、夏ドラグニル。ありがとな、おっちゃん。消えた。ドラゴンが消えてく。やったね、ガジル。ああ、だが。ドラゴンスレイヤー。誰一人としてドラゴンを倒せませんでしたか。情けねえよな、ドラゴンスレイヤーが聞いて呆れる。それだけ強えんだよドラゴンってのは。おそらくアクノロギアはさらに、いや今はやめよう。勝利って感じじゃねえが、ひとまず戦いは終わったんだ。勝利さ、仲間を守れたんだ。俺の知ってるローグはお前にはならねえ。影、影が俺を取り込もうとする。何度も何度も俺につきまとう。俺の中の闇は消えない。そしてフロッシュを失ったあの日、俺は影と一つになっていた。フロッシュは死ねない。一年後だ、必ず俺に伝えろ。一年後フロッシュを守れと。にフロッシュは殺される。なんか名残惜しいわね。バイバイクロッカス。ずいぶんと長く滞在していたような気がするな。いろいろあったね。そうね、だけどちょっとボロ酒場が恋しいわ。ウル、見つからないね。怪我してなきゃいいけど。怪我は時でも治せんようだからな。扉を壊して時を修復したと聞いたが、まずい、人が来た。ジェラールさんとメルディさんですかな。え？ある女性から手紙を預かっているのですが。手紙？まさか。ジェラール、メルディ、ごめんなさい。先の戦いで私はある魔法に失敗したの。そのせいで私の命はあとわずかとなってしまった。でもどうしても最後にお別れが言いたくて。私の旅はここまでよ。思い半ばで先行くことになってしまったけど、クリムソルシエールの精神を忘れないで。それは罪を忘れないこと、それは罪に押しつぶされないこと、それは罪が許される日を信じること、それは人を愛することをやめないこと。本当の戦いはここからよ。ゼレフを倒さねばまた魔導士が悲しみに染まってゆく。私の分まで生きて、そして戦って。老人、この手紙はいつ？
私はいつも自分の人生を呪っていた。抑えきれない不安と怒り、そして憎悪。だけど立ち止まって空を見上げた時、私は自分の小ささを知った。そこに広がるのは無限の世界。降り注ぐ最高が小さな私を照らす。まるで私の罪を浄化してくれるかのような優しい時雨の光。私は生まれてよかったと初めて思ったの。私はきっと幸せだった。最後の最後にやっと自分を許すことができたの。止めろ、馬車を止めろ。時を奪う魔法、あんただったのかよ。親子揃って俺を、なんで。さようなら、私の愛する人たち。皆さん、大魔党演武の優勝ギルドを盛大な拍手で迎えましょう。フェアリーテイル凱旋です。たった今、凱旋。すごい人の数。マグノリア近隣からも集まっているようだな。皆さん、応援ありがとうございました。もうシャキッとしなさいよ、グレイ様。なんでもない。グレイ様、どうしたのか知りませんけど、そんな顔してたら皆さんに悪いですよ。そうだな、あいつの分まで笑ってなきゃな。ありがとう。それでは、記念品の贈呈です。記念品とな、そんな気を使わんでも。フェアリーテイルの皆様、どうぞこちらへ。元通りだ。凱旋。ああ、もうわしはこの町が大好きじゃ。なんだと？ギヒ。え？おりゃ！
晴らしい。大魔党演舞以来仕事が一気に増えた。もう猫の手も借りたいくらいじゃ。はい、ルーシー、久しぶりに行くか。うん、家賃も稼がなくちゃいけないし。燃えてきた。さて、
だぜ。よし、ルーシーキープ。ゲッセン、たあいもない。切られたいものからかかってこい。カット、天輪の鎧、アンブレットオーダー。天輪の鎧、始め。アイスメイクハンマー、ルーシーキリープ。よし、カリーのヘッカーイ。おう、よっ。そうだな。おう。